ガオニャーガオガオ赤ずきんちゃん食べたい赤ずきんちゃん食べたい赤ずきんちゃん食べたいそうだ食べて食べて食べまくれこれでいいのだ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 考えるなそれでいいのだそれでいいのだそれでいいのだ一番目の狼この俺だあいつかそういつかそう誰にしようかよだれがタラタラ出てくるぜそうお前が一番可愛いな一番目の狼この俺だ誰を食べようか迷っちゃうよな一番可愛いやつ食べたいなそうだ今から聞いてみよう食べられたいやつ手を叩けよせはいはいはい食べられたいやつ手を叩けよせはいはいはい赤ずきんちゃん食べたい食べたい赤ずきんちゃん食べたい食べたい赤ずきんちゃん食べたいよし今から食べちゃうぞ君の右手を食べたいよせはいもぐもぐもぐ君の左手食べたいよせもぐもぐもぐ君のほっぺを食べたいよせもぐもぐもぐ君の唇食べたいよせもぐもぐもぐダンパンなあ今日も可愛いやつ食べたいけれどどうやら今日はいなそうだなってああ見つけたよ可愛い子四番目の狼この俺だ俺は可愛いより心が大事純粋な女が大好物だそうだ今から聞いてみよう純粋な女は手を叩けよせはいはいはい純粋な女は手を叩けよせはいはいはい可愛い女は誰だ誰だ純粋な女は誰だ誰だ美人な女は誰だよしお前は食べちゃうぞ君の笑顔を食べたいよせもぐもぐもぐ君の金顔を食べたいよせもぐもぐもぐ君のうなじを食べたいよせもぐもぐもぐ君の気持ちを食べたいよせもぐもぐもぐ言いたいことがあるんだよやっぱり君は可愛いよ好き好き大好きやっぱ好きやっと出会えた大好物それが食べたいその理由それは君が好きだから俺の胃袋一緒になろう世界で一番美味しいよこれでいいのだこれでいいのだこれでいいのだ考えるなそれでいいのだそれでいいのだそれで今から食べて食べまくれ君の寝顔を食べたいよせもぐもぐもぐ君の優しさ食べたいよせもぐもぐもぐ君の泣き顔食べたいよせもぐもぐもぐ君の全てを食べたいよせもぐもぐもぐちょっと忘れてましたねはい、僕ら4人で騒げと申します。自己紹介から失礼いたします。はい、はい、素直に謙虚にかっこよく騒げの緑色担当群馬県出身の日向健人です。よろしくお願いします。はい、担当カラーは白じゃないよ純白だよわんぱく笑顔の本郷健人です。よろしくお願いいたします。キーピクミンは高く飛ぶい敵色担当の佐藤克美です。佐藤克美で覚えてください。よろしくお願いします。今選挙やってるからそんな感じなのいつもです。はい、いつも、はい、はい、最後で僕騒げの、リーダークールな青色担当よろずです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、今日6月25日はですね、はい、住宅の日らしいんですよ。住宅の日、はい、なんかスペインの建築家のなんか誕生日らしくて、はい、ガウディ的なやつ、はい、ああなるほどなるほど。住宅、そうですね、住宅情報館
住宅で思い出したんですけど、僕あの6もう8年ぐらい前かな、8年前、はい、引っ越した時に、はい、ちょっと傾いてて家が、あ、はいはい、なんか傾いてると思わなかったんですけど、過ごしてて建物ごと傾いてた、部屋だけ、いや多分建物ごとです、ね、建物ごとね、どんぐらい傾いてんだろうと思って飲み物をちょっと横に倒して、はい、ゴロゴロゴロってやったんですよ、はい、あっちにやったのにゴロ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 ってそんなに傾いてると思ってそんな傾きえぐくない俺住みたくないわそんな家抵抗感覚バグる家やん勝美は、ああ、俺ですね、俺ちっちゃい頃小学生の時、はいはいはい、帰ってもすぐ遊び行ってたんですよ、家にいたことがない、いや、あれやっとこういう子っぽいよね、はい、今も小学生外出てそうだよね、こういう子っぽい、はい、やんちゃだもん、ね、いやでもなんでかっていうと、あの寝てたんですよ夜中、寝てて、まあ夜中何時かな、真っ暗の時にガバッて目が覚めて、パッと見るじゃないですか、目の前リビングなんですけど、あ、ね、大人たち立ってて喋ってる、ちっちゃい子供たち走り回ってる、老人夫婦いてした、あの談話してるんですけど、俺がガバッと起きた瞬間に一斉にバッてこっち向いて、 うわ怖っと思って、俺もそっから家、あの小学校の時家いたくなかったっすもん。それなんか子供が起きたら見るよいや違う、お父さんとかお母さんだったって話結局幽霊だったそういうことで嘘やんな、幽霊だったって話下手くそすぎるやろ、分かんなかったわ幽霊がいっぱいね、見えたんです見えたから家にはいたくなかったっていう話ね、はい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 、リーダーは家にいますか結構、いや、あの僕あの2階建て一軒で一人で住んでるんですけど、はいはいはい、まあまあ一人暮らしではちょっと広いんですよ、はいはいはい、まあ、そうですね、だからといってなんかこいつら勝手に俺がおらへん時に来るんすよなんかこないだそうっすよねマジでやばかった、リーダーがいないのにヒューガがお留守番してるみたいな部屋ありました、あったあったまあこの頃に限らずね、なんか先輩後輩なんかいろんな人が来るような家になってます、はい、便利ですね、うちのプロデューサーももうよろずハウスをもうスタジオ化してますねなんかなんかね、騒げて撮影とかあったらお前んち借りるわもうね、ノーって言われへんからね本当にヒューガはやっぱあれなの、群馬になると結構広いの家が、いや広いっていうか、まずそもそも群馬は家が少ないです、あ、あれ、はい、家ないんちゃう、いや、ある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 あれあのギリあるはあるんですよ、縦穴式住居みたいなやつ縦穴式住居はやばいいつの時代、縄文時代までさこの問題じゃないですよって話だからね、はいはい、本当にでも本当に少なくて、友達ん家とか田んぼの中一軒家ポツンみたいな家が住宅の話してる時あれだったらね、住宅の話なくてそもそも住宅すらねえなって思ってたってことね、そうだから防空壕とかに住んでる人もいてるって、防空戦時中やっけ、うん、それはない戦時中ではないですからね、さすがに、うん、ちょっと待ってそのね、はい、戦時中で思い出した、お、なんすか、来週もう胸キュンフェスです、はいはい、はい、もう戦時中のように戦いましょう、まだ戦いがあるってことで、待ってすげえこじつけ始まる、時間ないなと思って時間ないから巻こうと思ってさ、戦時中から胸キュンフェスの戦いにつなげようと思ったよねすげえこじつけだったなライブで喋ってしまいましたね、はい、来週7月2日、はい、胸キュンフェスという、戦うバトルがライブがありますので、ぜひお越しください、はい、はいはい、それでは最後の曲になります、聴いてください、サーワーゲー、騒げさあ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 騒げさあ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 もっと騒げさあ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 騒げさあ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  One Two Yeah Hi。Yeah.
みんなも一緒に踊ろうよ。声上げて上げはっちゃけようよ。ダンシーミュージックさあ、ワーゲットコール。さあ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 騒げ。さあ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 もっと騒げ。さあ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 騒げ。さあ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 騒ぎまくれ。まだまだ乗ってまだまだ乗り調子よ。踊りに乗ってウォー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 。ガン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 。最後に一緒に並行物販となっておりますので、よかったらお越しください。新規チェキが無料となっておりますし、はい、うちはなんと占いがございますので、はいはい、お悩みがある方はぜひお越しください、はい、以上僕たちさわげでした。ありがとうございました。